矢田部敦史と佐々木千秋のファントレッタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。はい、この番組を聞いてくださる皆さんにとっていろんな面で楽しんでいただけるよう頑張って番組を進めていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。リスナーの皆さんの目線でトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて身近なテーマや実例を挙げていきながら、私自身もですね、初心者代表といたしまして皆さんと一緒に勉強していければと考えております。はい、私の考えるマーケティングの基本、分かりやすさはですね、私の理念でもある本物の世界 に通じるものがあると思っており、それをいかに広く、そして分かりやすくラジオのお聞きの皆さんに、考えるきっかけにしていただければなと思っております。どうぞいい意味で肩の力をですね、しっかり抜いて、お聞きいただければと思います。おっしゃる通りですね。それではそんな矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。そして私佐々木千秋は、日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーは、はい、トレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。はい、はい、でですね、はい、突然なんですけれども、はい、実は私ちょっとテレワーク、はい、前回というか以前 ね、お話しいただいたと思うんですけれども、はい、テレワークに関してちょっとニュースで、はい、と思うようなニュースを聞きましてですね、はい、2020年東京オリンピックに向けて、鉄道の通勤ラッシュなど、都心の混雑をこう緩和するために、民間企業で、テレワークが施行されているというニュースを見まして、マジで先物買いあったなというか、本当にトレンド準備室ってまさにこのことだなと思いながらね、ニュースの方を拝見しておりました。もうしっかり覚えていただいて、はい、はい、トレンドを ね、あ、素晴らしいです、ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、今回も楽しみにしておりますが、はい、今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。はい、今日はですね、はい、AI、A と I を書いてね、 AI、はい、いわゆる人工知能について、はい、お話をしていきたいと思います。人工知能、はい、はい、AI って書くとですね、これはアーティフィシャルインテリジェンスの略になるんですが、いろんなところでね、 AI が今使われているということはですね、皆さんもご存知かなと思います。そうですね、はい、で今ですね、実は第3次人工知能ブームと言われるような、段階に来ておりまして、はいはい、今までの AI、それはですね、もうルールに決まったところにのっとって、何か作業を考えていく、はい、AI が作業を考えていくっていうところからですね、はい、もう第三次まで来ていますと、自分たちで、AI が自分で、あらゆる情報を統合して、はい、それをですね、ディープラーニングっていう、それをですね、掛け合わせていって、まるで人のようにですね、予測をしてくれるという、はい、そういったところまで、来ております。そうなんですね。はい、なんかこう AI って聞くと、はい、もう人間がやったことを覚えて覚えてのイメージだったんですけども、はい、そんな第三次はそこまで来ている、ね。そうですね。もう予測をしているということで。すごいな。これはですね、実は、はい、最近ものすごい急成長をしている、はい、インドのオヨという会社があります。オヨ。オヨ。オヨ。はい。
OYO と書いて、はい、およなんですが、はい、これまさにトレンドで、これからおそらくいろんなニュースでも聞く名前になってくるんじゃないかなと思うんですが、インドの、はい、まあ、ホテルをですね、まあ、ホテルの、まあ、チェーン、ホテルのブランド会社と言った方が正しいのかもしれませんが、はい、まあ、およブランドの中にですね、どん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 参加に入ってきている、はい、まあ、そういった宿泊施設が増えてまして、実はですね、もうまだ作られて間もないんですが、すで、はい、に宿泊施設数でいうと、はい、世界ランク3位になっていると。もう3位までなってるんですね。すごいですね、急成長。有名なインターコンチネンタルホテルですね、はい、ここをもう抜いてですね、もう3位まで来ているということで、はい、ものすごい勢いで成長してます。そうですね、はい、でまずインドでできて、でどん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 大きくなって、中国で今度また本当にね、大きくなって、で今日本まで、昨年ですね、進出してきている、そういったオヨなんですね。なるほど、オヨ。はい、実はですね、このホテルの、まあ、はい、成長したきっかけの裏側にやはり AI が、そうなんですね、はい、絡んでいます。実はですね、まあ、ホテルで、はい、こういった、まあ、混んでる日ですね、うんうん、宿泊が混んでる日もしくは空いてる日ってあると思うんですけど、やはり混んでる日はなるべくね、料金を高めにして利益率を高めたいし、空いてる日はなるべく安くして、宿泊施設を埋めたいというのがあってですね、これをね、はい、今までは人が一生懸命考えて、いろんなことを考えてね、イベントがあるとかね、天候がどうだとか考えてやってたのを今は AI がやってくれる。え、そうなんですか。はい、AI がいろんなデータをですね、統合して最適な価格を提示するんですね。なので、まあ、ホテル側としてはですね、はい、あまりこう深くこう考えすぎずに AI が最適な金額を提示して、それで利益率を上げてくれると。なるほど、すごいですね。はい、このオヨもすごいですし、はい、もう一つ皆さんもご存知のアマゾン、はい、はい、アマゾンも AI で伸びていると言っても過言ではないぐらい AI を上手に使っておりまして。そうだったんですね。はい、一つ目はですね、はい、皆さんアマゾンで購入をしようとすると、はい、まあ、こういった商品も売ってますとかですね、他にもこういった商品をみんなが見ていますっていうね、はい、おすすめ、されると思うんですね、いろんな商品を、でついついねその商品も買ってしまったり、まとめ買いしてしまったり、まあ、こういった経験皆さんあると思うんですけど、実はこのおすすめをしているのも AI がやってます、はい、あ、そうなんですね。はい、AI がですね、本当にこう、はい、その人の性別とか行動パターンとか、はい、買ってるものとかをですね、よく見てこの人はこれを買うんじゃないかということでおすすめをするので、はい、まあ、そこからもねすごく販売が伸びていて、Amazon は、まあ、半分ぐらいはその AI のおすすめからの販売となっていると。そうなんですね、はい、すごい、すごい。で最後一番驚くんですけど、はい、今、Amazon さんはですね、今アマゾンって注文してから次の日届いたりする、まあすごくね配送は早いので有名なんですけど、うん、ね、実はですね、はい、AI が予測配送をしてるんです。ん、どういうことですか。すごいですね。これはこの地域で、こういった状況のこういった時間にこういったものが売れるんじゃないかと予測をして、はい、購入がある前に送っちゃうんですね。え、すごい、すごいんです。でその人の近くに送っておいて、本当に注文が入るとすぐ届けられますよね。そうですよね、はい、そしたら翌日に全然届きますよね。届いちゃうんです。その予測配送を AI が行っているということで、はい、これはですね Amazon も特許申請中ですが、はい、まあ、こういったことをですねする時代がやってきたなと、うん、いやー、そうなんですね。結構驚きでした。配送の予測なんてね、はい、わかんないですし、はい、ね、この AI がこんなことまでしてくれるだなんて想像もしなかったので、うん、はい、うん、そうなんですね。これからはね AI がいろんなことを予測して、まあ、人間が考える先を行ってですね、はい、まあ、より便利な世の中にしていってくれる可能性があるんじゃないかなと思います。なるほど。いや、もう今回もとても素晴らしいトレンドを教えていただいたかなと思います、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけばまさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。
このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか今でも熱く自分たちの心に思い出に強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見そして当時の思い出などをご紹介させていただくコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱の元影山博信さんのチャラヘッチャラという楽曲をお持ちいただきました。はい、ありがとうございます。はい、チャラヘッチャラ、はい、チャラヘッチャラですね、うん、今回お持ち、こちらにね、はい、持ちしたんですけど、はい、やっぱりですね、まあ、何よりもこれはドラゴンボールの主題歌ということでですね、はい、もう僕なんかもう本当に世代なんですけど、はい、佐々木さんもそうですね、はい、私もこの曲はもちろん知ってますし、はい、ドラゴンボールってどんなお話なのかなんとなくは分かっております。なんとなくね、はい、はい、ありがとうございます。僕はですねドラゴンボール、はい、まあ、僕らが生まれた1984年に始まったドラゴンボールなんですけど、はい、やっぱり大好き で、はい、で特に悟空がですね、大好きなんですけど、はい、やっぱりですねこう語ってしまうと悟空はですね、まああんまりこう元々強い戦士ではないんですね。サイヤ人の中では、はい、下級戦士という、うん、どちらかというと弱い戦士、うん、だけど、努力をすれば下級戦士であろうとも、はい、エリートの戦士に勝つことができる、うんうん、だから努力をするんだということでですね、本当に悟空はね、ものすごく修行して修行して修行して、はい、いろんなね、敵本当に強い敵を倒していって、はい、で世の中をねやはり救っていくと。お大好きですそういうストーリーなんですねそうなんですもう、それはね知らなかったんですよ。本当ですか。本当になんか戦っていくっていうアニメなのかなと思っていたので、はい、そういうなんかあるんですね、根性じゃないですけど、はい、頑張っていくみたいな描かれ方をされてるんですね。もう本当にね、はい、物語の多くの部分で、うん、まあ修行のシーンが多いんですよね。とにかく修行している、でより強い敵が出てきてまたそれを修行して倒すというね、はい、これがかっこよくてですね、はい、大好きで、で悟空はですね、はい、まあ本当にいろんな敵が来るたびに、まあ本当に倒されそうになるぐらい、はい、もう倒れそうになるぐらい、うんうんうん、なってまたそれを乗り越えて強くなっていくんですけど、はい、最後の方にですね、はい、まあドラゴンボール時代は本当に長くまだまだ、はい、続いてはいるんですけど、魔人ブーというね、はい、存じております、はい、倒す時にですね、はい、まあこれ本当にいいんですけど悟空は、まあ、何のために強くなるのかっていう話があったんですね。おーすごいこれいい話、はい、で悟空は、はい、まあ、今までねいろんな敵を倒してきたんですけど、敵を倒すために強くなってるわけじゃないんだと、はい、決してそういうわけじゃなくて誰にも負けないために強くなってるんだと。だから敵が倒したいわけでもなくて、はい、負けたくないんだと。おーそうだ、はい、なのでそのために、はい、まあ、相手がね、まあ、どうなろうとかね、どうしてやろうとかこういうことではなくて、はい、結局、まあ、自分が負けない自分でなるためにいつも強くなろう、修行しよう、向上心を高くしていこうっていうね、そういうスタンドでやってるっていう話なんですね。そうなんですね、はい、なんてかっこいい。もう本当にそれが良くてですね、はい、なのでこの歌に戻ってくるんですけど、はい、このチャラヘッチャラ、はいはい、何が起きても気分はヘノヘノカッパなんですね、はい、チャラヘッチャラということで、はい、まあ、要するに自分自身がまだまだね、強い敵が来ようが、うんうん、負けそうになろうが、やっぱり自分自身がそういう気持ちでいれば、はい、いつ修行すれば絶対負けない自分になれるんだと、頑張れば、何でも叶うんだと、はい、いうことを考えていればチャラヘッチャラなんだよと。うーん、僕なりの解釈も入っちゃいましたけど、もちろん、はい、まあ、そういったところがですね、この曲も、はい、まあ、ドラゴンボールという、まあ、物語自体も大好きなんですね、なるほど。いやもうドラゴンボールの今この解説をねいただいて、多分リスナーの方でももしかしたらご覧になられたことないなんて方もねいらっしゃると思うんですよ、はい、すごい分かりやすいなと思って今私は隣にいて聞いていたんですけれども、そうですね、ちょっと熱く語ってしまったので、なんかこうね改めてちょっと見てみたいかなって思いました。そうですね、本当に、はい、ただ戦いではなく大切なことがですね、うんうん、学べるそういったねドラゴンボール自体もいいし、はい、ぜひこの曲も聴いていただけたらなと
思います。改めまして、この番組パントレタイム担当は矢田部敦史と佐々木千晃でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。はい、今回はどういった教師の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、本日はですね、はい、業務効率改善コンサルタントの方の お話にさせていただきたいと思います。はい、業務効率改善コンサルタント、はい、これはなかなかね聞き慣れてない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとご説明させていただきますと、はい、例えばですね、メーカーの工場ですね、はい、いろんなものを生産しているメーカーの工場の、はい、業務効率、うん、つまり生産するスピードであるとか、はい、生産の効率を上げると1日で生産できる量が増えてですね、うん、そうするとそれが1ヶ月で生産できる量になるとものすごくこう大きなインパクトで、はい、さらにそれを1年を通して考えると大きな、売上の改善になります。これをですね、業務効率改善というような呼び方をしたりするんですけど、はい、その工場とか、いろんなねデパートとかスーパーとかもそうですけど、はい、業務効率を改善するのに特化したコンサルタントさん、はい、なるほど、業務効率改善のコンサルタント、この方ですね、はい、簡単に言うとどういうふうなね、はい、段取りを組んで、はい、どういうふうに流せば、よりね、スマートに、ものが作れるか、はい、はい、ものが運べるかということですね、はい、このコンサルタントさんなんですけど、はい、業務効率改善ってどういうふうにするかというとですね、はい、例えば工場の中で言うと整理整頓とかなんですね。皆さんもご存知、整理整頓。整理整頓大事ですね、はい。物をちゃんとした場所に置く、はい、邪魔じゃない場所に置く。はい、でなるべくこう効率の良いような場所に配置するとかですね。あとは清掃。お掃除の方ですね。いつも綺麗にして、はい、ね、分かりやすくするとかですね。はい、あとはしつけとかですね。しつけ。はい、皆さんがそういうイメージを持ってで、はい、やはり業務効率をみんなで上げるんだよという気持ちでですね、うん、行動できるように、いつも綺麗にしておくとか分かりやすい場所を作るとかですね、はい、そういったことをですね、指導とします、サポートするのが業務効率改善コンサルタントさんですね、でこの業務効率改善コンサルタントさんのお客さんは工場の工場長であるとか、工場の中にいらっしゃる方々なんですね、そういった方に、業務効率を改善をお願いされて契約をするというような、そういったお仕事の方です、はいはい、ではですね、僕のところにご相談があったのが、はい、その業務効率改善のお仕事契約数を増やしたいんだけど、はい、今までは直接の営業といいますか、やはりね直接行って営業して契約することが多かったんですけど、はい、ウェブを通してインターネット上で、ご契約を依頼をいただけないかと、取れないかと、はい、いうことで、マーケティングのこう依頼を受けたわけですね、はい、こうやってね話で分かるようになかなかね複雑な、そうですね、作業内容ですし、やはり工場の方とかが、はい、なかなかインターネットを通してそういうものをね、業務効率を上げることをイメージしてお申し込みっていうのはなかなか難しいんですね、はい、そこで私がですね、私たちがこうアドバイスさせていただいた内容は、まずは、Facebook とか、はい、ブログで、業務効率改善について知ってもらいましょうと、うん、で興味を持った人にメールマガジンに登録してもらって、はい、メールマガジンで業務効率改善の、役立つお役立ち情報を配信していきましょうと、はいはい、そこで信頼関係を持った人に、業務効率改善の、分析とかアドバイスをさせていただいて、契約に結びつけるこんな流れを作りましょうということでですね、はい、コンサルティングに入らせていただきました。なるほど、はい、実際はですね、はい、ブログとかですね Facebook とかを使って、あと広告も使ってですね、はい、業務効率改善したい方が見つけられるような、うん、その方に届くような、流れが作れてですね、はい、でメールマガジンへの登録も増えていた、ものすごく増えていた、でこれはすごい順調だったんですけど、はい、今度その方々をにどうやってこう
来てもらおうかとかですね、相談を入れてもらおうかというところでこういろいろこう試行錯誤がありまして、はい、例えば勉強会とか、はい、あのセミナーをしてしまうと、うん、やはりあの現場にいる方々なんでちょっと来れないんですね。あ、工場とかそういうとこ、はい、そうですよね、お仕事もありますしね。おっしゃる通りで、あの東京に呼んでもやっぱり皆さんなかなか来れない。で今度はですね、じゃあ直接こう分析に行こうということで、はい、分析に伺うんですけど、これはこれでやっぱりかなり遠くに行かなくちゃいけない。で、まあ、それは結構手間がかかるものですし、契約に結びつくかどうかもわからない、はい、ということでなかなかですね試行錯誤して、はい、ある時ですね、はい、そのコンサルタント業務効率改善コンサルタントさんの、はい、奥様が漫画を描くことができるということを聞きまして、はい、あ、これだと、え、じゃあ漫画で、はい、漫画を売ろうということになったんですね。漫画を売ろう、はい、ほう、この、まあ、漫画で難しい業務効率改善の内容、はい、もしくはその内容ですね、はい、そのコンサルタントさんが主人公となった漫画で教えてしまおうと、うん、あー、なるほど、はい、そうするとですね、はい、まあ、現場の方もねお忙しい中でなかなか長い文章を読んだり難しいことはやはり読めない、分かりにくい、うんうん、漫画だったらもしかしたら面白いなって読んでくれるかもしれない、うん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 、ということで実際に漫画を作りまして、はいはい、販売を行いました。すごい。そしたらびっくりですね、予想していた、はい、販売数はもう全部売り切れてしまいました。すごくないですか。すごかったんです、びっくりしました。漫画が売れるよと。で漫画にはですね、その主人公のコンサルタントさんがどういうふうに業務効率改善を行っていって、はい、実際にこういうふうに業務効率が上がったよと、こういう成果が出たよということが割分かりやすく面白く書いてあるわけですね、はいはい、でそれを見たですね、まあ工場の方とか現場の方々がですね、はい、これは面白いなと、これもしかしてうちでもできるんじゃないかなとかいうことをですね、イメージ、分かりやすくイメージしてくれる、うん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 、はい、そうすることによって最後にね、はい、まあ、もし自社でも、うん、この業務効率改善について活用したいと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ、コンサルタントまでご連絡くださいというようなですね、はい、ことが書いてあって、はい、漫画も売れましたし、そこからのご相談もたくさんいただきました。すごいですね。はい、これはですね、まあ、そこからね契約もしっかり結びつけられたんですけど、はい、はい、今回ね冒頭に、うんうんうん、お伝えさせていただきましたが、はい、まあ、マーケティングっていうのは分かりやすさがすごく大切かなと、うん、あ、そうですね、はい、思っておりまして、はい、やはりですね、まあ、いかにそのお客様のことをイメージして、はい、お客様が分かりやすい情報を分かりやすい形で、はい、分かりやすいタイミングで、まあ、伝えられるかどうかっていうのがすごく大切になりますので、今回はですね、すごく複雑な内容ながらも、試行錯誤の末それが達成できたというですね、まあ、そういった事例かなと思いましてご紹介させていただきました。いやー、すごいなと本当にただただ思って聞いていたんですけども、はい、漫画、うん、をこう実際にこの何ですかね、このマーケティングというかコンサルティングの中に入れ込んでくるというのが私はもう本当にすごいなというふうに思ったんですよ。なかなか本当に想像ができないですし、これは本当に漫画だったらいくらでもやっぱ読みたいっていうふうに思いますしね。もういかに伝えるために、まあ漫画とかあとまあ動画とかもそうですし、分かりやすくその人その人がここに感じられるものを提供するっていうのはすごく大事なことなんですね、うん、はい、今後もですね、おそらくいろんな場面で、まあ、分かりやすさという意味でも漫画っていうのはね、はい、日本のいい文化でもありますし、得意分野でもあるので、こういうのが増えてくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今お聞きの番組ファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さんからも一言お願いいたします。はい、はい、毎回ですね、このラジオの時間はちょっと緊張してしまうんですけど
私も本当に楽しんで、はい、お話できるようになってきたかなと思いまして、はい、それはすごい僕の中でも嬉しいですし、はい、皆さんにもこの楽しさがですね伝わっていければいいかなと思いますので、はい、ぜひ次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして番組ではですね、お聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。